こんにちは。早速仙台も来年に向けて動き始めてますね。まずは平岡選手、7年間お疲れ様でした。いい時も悪い時もずっと仙台に尽くしてくれて感謝しかありません。次のステージでも頑張ってください。仙台にそのまま残るんだったら歓迎です。ネージャやカルドーザも2年間ありがとう。フバール、オブリガード。まあ早く来季の陣容を決めて、で来季も早めにスタートしてほしいですね。まあ今日、まあ4月まで仙台にいたとある選手が帰ってくるみたいにざわついてるんですけど、まあ正直前回その仙台にいた時の、まあ年数とか数字見ると自分の感情としては現状っていうか微妙な感じですね。もしそれでも仙台来るんだったら、もう、まあ、例えば単年契約とかで、で前回以上に仙台に貢献してほしいなと思いますけど、まあ、前回いた時もちょっと、まあ、SNS 見てると、まあ、特定のクラブへの、ちょっと愛情を隠しきれない部分があったので、好き嫌いは全然自由なんですけど、ちょっとあからさますぎたかなとは見てて思ったんですよね。僕も全然その選手嫌いじゃないんですけど、でも例えば、じゃあ IT 系の A 社で働いてた人が B 社に来て、ずっと A 社のことをちょっと匂わせるの発言してたら、ちょっとって思いますよね。まあ、お給料も B 社からもらってるわけだし、それだけで俺はその選手のことを嫌いになるとかないんですけど、でもやってることに関してはやっぱりって思いますよ。まあ、この説明で話が分かる方はありがたいんですが、まあ、逆に今日更新してくれたホギーニョとか、彼が好かれるってやっぱキャラですよね。あと人間性。まあ同じ意味か。キャラと人間性とはプレイ。なんかブラジル人っていうよりも日本人に見える部分はありますし、あの仙台の選手の中でも気持ちを見せてプレイしてくれる数少ない選手なのかなって現状だと思います。もっとそういう選手が増えてほしいんですけどね。マネージャーも満了になったってことは、またカルドーゾも、キーパーやフォワード、新加入があるみたいなので、まあ、大歓迎ですね。去年のレギュラーを脅かす選手が出てくれば、安泰のポジションってないので。フロントさんも、アキラさんの要望を聞いて、しっかり編成お願いします。まあ、時にはしっかり相談に乗ってあげてくださいね。あとは、うん、やっぱりディフェンスとフォワードに助っ人をお願いしますってことですかね。仙台が強い時ってのはセンターラインがほんとしっかりしてるんで、歴代も。まあ、ディフェンスだと、まあ、前回昇格した、まあ、エリゼルとかその前のリカルドみたいに、
仙台のディフェンスを支える助っ人っていうのは不可欠だと思いますね。まあ最終節のスタメンで言うんだったら、ヨータとかが残ったとしても、一年間戦えるわけはないので正直。まあ仙台の営業も SNS で頑張ってるんですけど、フォロワー数とか増やすんだったらやっぱり、例えば東南アジアのスター選手取るとか、そういうのも一つの策としてありなのかなと思いますね。やっぱりフォロワー数増えれば見栄えかなりいいですし、公式もベガッタのアカウントも。まあ、本日はこんな感じです。フロントの動きに期待してますんで、引き続きよろしくお願いします。推進ですが、仙台の選手たちは、仙台は緑が多くて、落ち着ける場所がたくさんあるので、ちょっと調べて、素敵な公園とか、憩いの場を見つけていただければと思います。仙台いい街ですよ。じゃ、よろしくお願いします。